はい、イエデックスです。このチャンネルは、多肉専門バラエティ、アガベ、サボテン、またですね、今年かなり流行っているアロエなどですね、植物の紹介をしたり、また、お店に密着をしてね、お店の紹介をさせていただいたり、企画シリーズなどね、もっとね、植物、多肉が身近に感じてもらえるようなね、楽しい企画がね、満載となっております。まだね、チャンネル登録ね、お済みでない方はね、ぜひチャンネル登録してご覧ください。はい。じゃあね、早速ね、今回この動画はですね、何をしていくかと申しますと、多肉専門バラエティなんですが、以前、ブレクナム・ギッパム・ドワーフという、起立性のシダ植物の紹介をね、させていただいたんですけど、ね、この熱帯地域で育っているこの起立性のシダ植物、ね、この真冬で、そして今年、マイナス4度になったこの大寒波を乗り越えて、現在、どうなっているかっていうね、またね、その植物の現状と、このね、今、ブレクナム・ギッパム・ドワーフっていうのが、かなりですね、人気が出てきておりまして、結構ね、某オークションとか、結構ね、SNS でも見かけるようになってきたので、実際にね、僕が、約ね、この半年ぐらいですかね、かけて栽培してみてね、感じたことをね、お伝えをしていきたいと思います。なので、ちょっとね、多肉以外にも手を染めてみようかな。このね、多肉以外の沼にもハマってみようっていう方は、ぜひね、この動画ね、最後までご覧ください。はい。じゃあね、実際、僕がね、どのような感じで育てているかっていうのをね、別カメラで、ね、皆さんにお伝えをしていきたいと思っています。はい。このようにですね、我が家では、真冬はね、こういった下のね、衣装ケースを利用して、またね、上側のね、こういった苗用のね、栽培をするときに使う、こういった蓋を、衣装ケースのね、蓋に合わせて、ね、少しでもね、冷たい風に当たらないような工夫がしてあります。でね、また、シダ植物なので、湿度をね、高めるためにもね、こういった密閉状態にしています。ただしですね、風のね、循環もさせたいということなので、こういったね、手作りで窓を開けて、鉢底ネットを張って、このね、真冬、約3ヶ月間ね、栽培しています。はい、こちらがね、実際のね、ブレクナム・ギッパム・ドワーフ、起立性のシダ植物になります。こちらがね、結構ビカクシダとかドリナリアとか、そういったね、板付けタイプのシダ植物育てている方はね、ちょっとまだね、馴染みのないシダ植物だと思うんですけど、この今、起立性のシダ植物というのがね、今ね、少しずつ SNS とかでね、結構注目されていて、結構ね、いろいろと市場でも見かけるようになってきた植物になります。この起立性ということでね、こういった感じで、少しね、触るとね、柔らかい感じがするんですが、中はね、すごく芯があって、しっかりしています。はい。で、結構ね、お水をあげるとね、水がね、弾ける感じなんですが、しっかりね、毎回お水やりするときは、鉢にね、しっかりお水をあげて、で、上からもお水をあげます。でね、前回の紹介動画でもお伝えしたんですが、このね、葉っぱのこの感じ、触ってみると、すごくね、硬いです。はっきりとね、この、触ってる感覚がわかります。見た目以上に、想像以上に硬いです。はい。で、真ん中がね、少し、葉っぱが薄い、ね、ちょっとまだ若い葉っぱで、この外側の葉っぱがね、古い葉っぱになっています。なのでね、真ん中のところからね、こう、新しい葉っぱがね、今も次々と展開しているという状態になっています。こういった感じですね。で、葉っぱはね、シダ植物のような感じでね、こうやってちょっとね、やっぱ波打つような形のタイプで、すごくね、綺麗な感じです。近くで見ると、このような感じですね。ちょっとわかりづらいかもしれないですが、葉っぱのね、先先端はこういった感じですね。で、結構ね、真冬でも、この室内温度も結構10度以下になったりするときはあったんですが、結構ね、この真ん中見ていただくようにわかるように、ね、結構若い葉っぱもね、この寒い12月1月でもしっかり展開をしてくれました。で、お昼頃はね、20度以上になります、この中は。で、なので結構ね、熱帯地域とかでね、自生している植物なので、やっぱね、20度以上はね、やっぱり最低でも欲しい。でもね、日本のその冬もね、室内で管理をすれば、で、またね、こういったね、僕みたいに衣装ケースとか、ちょっとね、冷たい風を遮るような工夫をしてあげれば、しっかりね、日本の真冬も、このような感じで乗り越えてくれてることがわかります。で、ただね、お水やりはですね、
結構もう真夏はしっかりもうほぼ毎日ぐらいのペースでお水を切らさずあげてるぐらいお水が大好きな植物です。本当にね、シラ植物全般かもしれないんですが、特にこの基実性植物もかなりお水が大好きで、結構もうね、毎日ジャブジャブあげてます。ただ、11月頃からですね、もう気温が15度切るぐらいになってきた頃からは、だんだんね、僕もお水やりのペースをね、控えるようにしました。まあ、というのも、まあ、少しね、やはり日本の寒さ、耐寒性を高めてあげるためにも、少しずつね、お水を切らしてあげて、ね、体感性高めて、お水がない状態でもね、しっかりね、植物が、成長サイクルがね、切り替わってくれるために少し、あえて水を控えてました。で、ただね、今でも、まあね、1週間以内には必ずあげるようにしています。はい。でね、お水あげるときはもうここからジャブジャブ、もうね、苔が生えてますが、もうかなりね、こう自然ジャングルな状態になってますが、こういった感じでね、お水をね、ジャブジャブあげて、もう鉢底に、ある程度ね、溜まっちゃっても全然ね、このシラ植物はね、問題ありません。もうね、全く根腐れの心配がないぐらい、本当にお水が大好きなので、むしろね、切らしちゃうことがね、ちょっと心配です。で、このね、ちょっと葉先ですね、見ていただくとわかると思うんですが、このね、葉っぱがね、ちょっとさ、葉先が枯れ込んでると思うんですが、まあね、ここは結構ね、寒さによって、ちょっと葉っぱが枯れたり、あとはやっぱ水ですね。お水を極端に切らしちゃうと、もうね、すぐに枯れ込んでくるのがわかります。なので、結構ね、お水やりのポイントとしては、まあ、ちょっとこの葉先が茶色くなってきた。まあ、葉先がね、本当にちょっと、枯れ込んできちゃったなっていうタイミングでお水をあげてもいいかもしれません。ただね、しっかり綺麗な緑を、維持したいっていう方は、もうね、本当にしっかりと葉っぱが葉先をしっかり様子を見て、お水を切らさないようにあげるっていうのがポイントかもしれません。で、お水やりは、しっかり先ほどみたいに、1週間以内にあげてあげるんですけど、もうね、ほぼ毎日、霧吹きで葉っぱ、またこのね、樹木の基質のこの性の部分、この部分ですね。この部分もしっかりね、葉水をしてあげてます。で、空中湿度を高めるためにも、この衣装ケースの中も、ね、霧吹きをしてあげてます。っていうのを、毎日朝やってます。いつもですね、僕は仕事行く前とかに、あげてます。で、空中湿度を高めてあげます。でもね、やっぱり冬でも、しっかりね、そんだけ空中湿度を上げてても、夜になると、うちに帰ってくると、もうね、この衣装ケース内はすっかりと乾燥している状態になるのでね、やはり、ね、このシラ植物、空中湿度が大好きっていうこともあるし、やっぱりね、本当はもっと空中湿度を高めてもいいのかなっていう印象はあるんですが、やはりね、そうなると、ちょっとね、結構、これ専用の水槽をね、こうっと、導入しなきゃいけないっていうのもあるので、ちょっとね、また来年はね、その栽培どうなっているのかわからないんですが、現状は、このね、衣装ケースの中でもね、十分、日本の真冬が、超えるっていうことがね、わかりました。はい。ということで、今回は、ブレクナムギッバムドワーフというね、基実性のシラ植物の半年かけて育つね、この真冬ですね、をね、どう乗り越えたのかっていう現状を皆様に見ていただきました。で、またね、この基実性のシラ植物、ブレクナムギッバムドワーフですが、本当にね、僕育てた感想ですが、ビカクシダとかトリナリアとかですね、そういった板付けの植物、シラ植物を育てている方にも本当におすすめだと思っています。結構ね、板付けタイプ、水苔で育てている方はですね、結構他の多肉系の植物よりかは、やっぱりね、水やりが多めだというね、感じだと思うので、そういった方でも、この基実性のシラ植物は、やっぱりね、お水が大好きなので、水やりの栽培の仕方とかは、比較的に他の板付けタイプとはね、変わらないのかなと思っています。はい。なのでね、そのちょっと根腐れが心配だなっていう方も、比較的に入りやすい、この植物なのかなという印象です。で、またね、植物育てるのが苦手だなとか、多肉を育てるのが苦手だなっていう方も、このね、ブレクナムギッバムドワーフは、本当にね、お水が大好きなので、結構ね、もう、お水やりが大好きな方、こまめな方とか、まめな方ですね。まあね、すごく本当におすすめな植物なのでね、ぜひね、育ててみてほしいと思っています。このね、動画を見て、ぜひまたね、多肉以外にもね、ちょっとね、手を染めてみようかな、沼にはまってみようかなっていうきっかけになっていただけたら嬉しいです。はい。なのでですね、この動画また良かったなと思った方はチャンネル登録、そしてグッドボタン、
よろしくお願いいたします。それではですね、ぜひまたお会いしましょう。